韓国の検察は今日、超朴兇全報章の事情聴取に踏み切りました。すでに妻が逮捕起訴されていて、超全報章の関与が明らかになれば、ムンジェイン政権に打撃となります。中継です。はい。趙全検察改革を進めてきた超全報章が逮捕されるのか、韓国の司法のあり方に影響を及ぼす注目の捜査は大詰めを迎えました。 全法相の事情聴取は午前9時半過ぎからソウル中央地検で始まり現在も続いています検察は娘や息子の大学への不正入学やファンドへの不透明な投資について詳しく説明を求めているものとみられます韓国では今日大学入学試験が行われているんです厳しい学歴社会で不正が明るみになり公平さを求める声が高まる中検察としては国民に対し捜査の正当性を訴える狙いがありそうです 朝前法相の関与が判明すれば任命を強行したムン大統領への批判が強まり政権運営にも打撃となります。